皆さんこんばんは。1月27日の塩チャンネルです。今日も予算委員会がありました。昨日までは衆議院だったんですが、今日からは参議院に来ました。昨日に引き続き衆議院参議院の方でも休業支援金を取り上げてもらいました。今日は石橋通宏議員ですね。国際的な機関である ILO、 労働問題の ILO ですよね。そこの出身ということもあって、相当ビシッと総理にいろいろと詰め寄っていただきました。そろそろ総理もこの休業支援金とか休業手当にどんな問題があって、どんな方々が困っているのか分かってきたのではないでしょうか。その甲斐があってですね、今日総理はそうした当事者の方々の声を聞くということはするという答弁がありました。ぜひ聞いていただきたい。なぜならば、まず見てください。女性だけでですね、休業支援金、ごめんなさい、休業手当、90万人近い方が受け取っていないんですよ。何の休業手当も受け取っていない女性が90万人近くいると、これ大問題ですよね。で、私が言いたいのは、もうずっとこの6ヶ月間ぐらいずっと言っているので、皆さん気づいているかもしれませんが、まずですね、休業者っていうものはですね、見ていただきたいんですよ。休業手当がありの人となしの人がいます。働く時間などそして契約などによって変わってきます。で、今回休業支援金はある程度含めることができたんですね。だけれども中小企業で働いている方々ということになっているんです。なのでこの90万人のほとんどの方たちが休業支援金を知らなかったりもするんですが、知っていたとしても大企業の方で働いている場合には休業手当がないという契約の仕方を結構いたんですね。日々雇用だったりとかシフト制だったりとか、そういった方々はこの休業支援金知っていたとしても大企業なので対象にならなくて、自分で応募するというか申請することすらできない状況になっています。で、なぜこのようなことが起こっているのかというと、日本の契約、労働関係の契約って非常に私今回問題だなというふうに思ったんですが、例えばなんですが、分かりやすかったのがプリンスホテルというところで配膳をしている方々ですね。これも10年近く働いた方もいました。であれば休業手当払われるんじゃないかというふうに思うかもしれませんが、そういう契約になってなかったんですね。シフト制だったんですよ。これちょっと本当に抜け穴的に脱法に近いんじゃないかと私は思っているんですが、だけど無期転換になっているという非常に不可解な状況、こういう契約が許されていたということで、それだけ長く働いていても休業手当がなしという中に入ってしまっています。で、こうした方々本来であれば中小企業で働いていれば休業支援金の方が使えたんですね。しかし大企業だったがために使えませんでした。これは例えば勝屋さんとか一風堂さんとか、そこもですね、団体交渉とか、あとはその記者会見もやっておりましたが、そこで働いていた方々は大企業だったがゆえに休業支援金が申請できずに、もちろんその休業手当、補助金使ってもらえない、使わなくてもいい制度になっているので休業支援金に申請できないという状況になっているままです。これなんとかしなきゃいけないんですよね。5000億円以上の予算を休業支援金には積んでいます。だけれどもだいぶ申請しやすくなったとはいえ、9割近い方が休業支援金を知らなかったりとか、申請してもなかなか難しかったりみたいな人もいてですね、9割近い予算が余ってるんですよ。であればこの休業手当がいくら頑張ってもですね、支払われない大企業で働いていたパートやアルバイトの方々を休業支援金含めていくとか、または違うその給付金の制度とか救済制度を考えなくてはいけないというふうに思っています。私去年からずっとこの問題を取り上げ続けてきました。日本はずっと長く働いていたとしても、契約の問題によって契約って非常に重要なんですが、そのような非常に事業主にとって都合のいい契約によってパートやアルバイトで生計を立てているにもかかわらず、こうしたコロナがあった時に休業手当も入ってこないということで多くの方々がダメージを受けてしまっています。特に女性は4割が非正規だったりとかしてですね、秋口にはとっと自殺も増えました。私はそろそろ総理に決断をしていただきたいと思います。これ以上
休業手当が一切入らない方々、女性だけで90万人です。そろそろ救済しないといけないと思います。まずは1月30日で31日で締め切られてしまう4月から9月の休業支援金の申請期間の延長しなきゃいけないと思います。9割の方知りません。まず延長、そして多くの方が休業支援金対象になるように総理の判断、またはしっかり雇調金の制度ですね。今事業主負担ないんですよ、緊急事態宣言の中では。その期間だけでもしっかりと申請をしてもらえるように、そろそろ総理のリーダーシップを発揮していただきたいなというふうに思っています。今日の答えも総理残念でした。命を守るというのであれば総理の判断でできることなので、すぐに変えていただきたいと思います。それではまた明日。